の物語のよう。試練が怖いとき、レッドウィンター連邦学園知識解放戦線の秋泉もみじです。世のすべての知識を守るために一緒に戦いましょう。ごきげんよう。あ、条件はクリアされました。やっほー、私は知識解放戦線の姫木メル、メルリーって呼んでもいいよ。あ、そっちはハンドルネームね。よろしく先生。えっへへ、お祭り。ゲヘナ学園給食、ご主人様と一緒に楽しい。それで今から何をすればいいの？
Thank you.
別に私はすごいことをしてるわけじゃないよ。他にやりたいこともスキルもないし。だから私は創作を続けているだけなのかも。なんかこういうのも悪くないね。こういう場所でさ、こういう会話を先生とするの、いいかも。だってほら、創作には変化が必要じゃん。先生は私に変化をもたらしてくれる人でもあるから。
ですね。眠くなってきました。妄想はいつだって無敵なんだけど、この状況は現実。あら、こんな、こういう時ってあれを言わないとだよね。だからやっぱ無理。意味の重さの割にはやたら使われてる気がするけど、その私は先生との絆を大切にしたいかも。私なんかにここまでだ。こういう時ってあれを言わないとだよね。だからやっぱ無理。なんだ、こういう時ってあれを言わないとだよね。だからやっぱ無理。意味の重さの割にはやたら使われてる気がするけど、その私は先生との絆を大切にしたいかも。なんだけどこの状況は現実だよね。この状況は現実だよね。